誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。かい？ああ、でもなんかおかしくないか？え？わざわざレースをやるって招待状を送りつけてきた割には出迎えも何もないんだよ、この大会。それは僕も感じてた。確かにこれだけ設備が整った島にしては人の気配が少なすぎる。オフィシャルもいないしね。だろ？普通こういう島の大会ならさ、開会式とか主催者のご挨拶とか選手先生とか美味しいごちそうとかあったかい温泉とかあってもいいはずだろ。あ、いや、あの最初の方はともかくごちそうとか温泉とかはないと思うけど。まあそんなことはどうでもいいけどさ。でも招待状以外何ももらってないんだよ私たち。やっぱり普通じゃないよここ。僕もそう思う。でも引き返すつもりはないよ。ん？レースに参加した以上逃げるわけにはいかないからね。主催者が何を企んでいるのかも大会に優勝すればわかることさ。へえ、いつもは冷静なビクトリーズのリーダーが今日はやけに熱くなってるじゃないか。まあね、ここで逃げ出したら後でゴーのやつに何て言われるかわからないしね。それにせっかく強敵とレースできるチャンスだ。逃げるなんてもったいなくてできないよ。ああ、私だって逃げ出すつもりなんかこれっぽっちもないよ。絶対優勝してコーチのとこへ胸張って帰るんだからね。ああ、それじゃ勝負だジュリアナ。あんたには悪いけどここで消えてもらうよ。
ン。よし、いいぞソニック。負けた。悪いねジュリアナ、僕もこんなところで負けるわけにはいかないんだ。私の PS ゼブラはこんなところで負けるなんて。ジュリアナ。まあいいさ、負けちまったものは仕方がない。私もまだまだ未熟だったってことさ。ほら、勝者は勝者らしく胸張って次のレースに行きな。うん、それじゃあ行くよ。あ、ちょっと待った。私に勝ったんだからね、他のやつに負けたら承知しないよ。あ、分かってる。それじゃあ私は温泉でのんびりして木彫りの熊でも買ってからゆっくり決勝戦を見させてもらうとするよ。それじゃな。ごめんジュリアナ、でも温泉とか土産物屋とかはないと思うよ多分。リオン君じゃないか、久しぶり。元気だったかい？ああ、あの時は世話になったな。テレビで見たぜ、ワールドグランプリ優勝やったな。ありがとう。でもたまたま運が良かっただけさ。リオン君もあれからガンブラスターの調子はどうだい？ああ、お前たちのおかげでな、タイプガンマも今のところ順調だ。父さんもやる気満々だし、これなら次のグランプリは問題なく出場できるぜ。そっか、よかった。じゃあ次はリオン君たちも僕らのライバルなのか。あ、悪いが次の優勝は俺たちのチームがいただくぜ。楽しみにしてるよ。ところでお前もこんな怪しげな島にわざわざ観光に来たってわけじゃないんだろ？え、うん。どう思う？確かに普通の大会じゃないと思う。ただ状況がどうであれ参加した以上、僕は行けるところまで行ってみようと思う。そうか。まあ確かに僕もこういうのは嫌いじゃないしな。わからないことは勝った方が確かめるとして、ここは一発レースと行くか。僕もガンブラスターの力は気になるしね。いいよ。お前の持ってるニューマシンの性能も気になるしな。そっか、そういえばリオン君は知らないのか。バスターソニックをあの頃のソニックだと思わない方がいいよ。ああ、次のグランプリに備えてビクトリーズの力を測れるいいチャンスだ。お互い手加減はなしだぜ。うん、勝負だリオン君。
ガンブラスターの力見せてやる。よし、いいぞソニック。くそ、ガンブラスターが負けるなんて。危なかった。 GP チップに実戦経験の差がなかったら負けてたかも。さすがだな、お前のニューマシン。まさかこれほどとは思わなかったぜ。僕の乾杯だ。いや、いい勝負だったよ。でもガンブラスターがここまで速くなってるんじゃ、次の世界グランプリはますます気が抜けないね。あ、今回は負けたが、この借りは世界グランプリで必ず返させてもらうぜ。ガンブラスターもこのままじゃ気が済まないはずだからな。うん、待ってるよ。それじゃあ負けんなよ。あ、ミハエル君。やあ、どうだい調子は。やっぱり君も来てたのか、ミハエル君。まあね、でもよかった。やっぱりここまで来た甲斐があったよ。え？君とゴー君を探してたんだよ、ずっと。僕とゴーかい？うん、もう一度一対一で勝負がしたくてね。やだな、そんな怖い顔しないでよ。本当にもう一度正々堂々勝負がしたかっただけなんだからさ。ミハエル君、世界グランプリのファイナルステージで君やゴー君と一緒に走った時、すっごくワクワクしたんだ。ドイツに帰ったらそういう相手って全然いなくてさ、ずっと退屈してたんだよ。だから招待状を見た時、もしかしたら君たちも来てるかなって思ってここまで来ちゃったんだけど。僕らと戦うために君が。そうだよ。あれ、何か僕おかしなこと言ったかな。うん、そっか、なんでもない。いいよ、勝負しよう。うん、ワールドグランプリで負けちゃった借りもここで返させてもらうよ。望むところだ。来い、ミハエル君。Thank you.
よし、いいぞソニック。あれ、負けちゃったよ。悪く思わないでくれ。僕もここで消えるわけにはいかないんだ。でも、これが君たちの言ってたレースを楽しむってことなんだよね。そうそう、これ僕こういう勝負がしたかったんだ。チームの反対を振り切ってまで抜け出してきた甲斐があったよ。え？いや、こっちの話。でもこれで君たちの強さの秘密が分かったからね。次は絶対負けないよ。ああ、望むところさ。本当はすっごく悔しいけど、ここの勝利は譲ってあげる。残りのレース、頑張ってね。ありがとう、ミハイル君。ないような大会だからね。他にも見てないコースがあるみたいだし、どこで誰と会っても不思議じゃないさ。まあそれは確かに分かってるんでげすけど、それにしてもレーサー以外誰もいない大会なんて、やっぱりなんだか気味が悪いでげすな。うん、結局のところ最終地点の会場に行ってみないと何も分からないみたいだね。そうでげすな。まあそもそも最初から罠にかかったつもりで参加したようなもんでげすから、別にいいんでげすけど、まあチームのみんなと戦う覚悟ももうついてたとこでげすし、こうしてる間に他のレーサーもどんどん最終地点に向かっていることでげしょうから、それじゃあわてらもそろそろ勝負といくでげすか、レッツくん。そうだね。こうして1対1でレッツくんと勝負すると、初めてスピンアックスとソニックセーバーで勝負した時のことを思い出すでげすな。うん、懐かしいね。それじゃあ勝負でげす、レッツくん、手加減なしでげすよ。来い、トキチくん。
よし、いいぞソニック。よい、ワテのスピンバイパーが負けてしまったでギス。悪いね、トキチ君。とほほ、まあ負けてしまったものは仕方がないでギス。ワテも男らしく諦めてレツ君たちの応援でもすることにするでギス。うん、トキチ君の分まで頑張るよ。そうでギス、ワテを倒したんでギスからね。優勝するまで負けてもらっては困るでギスよ。オッケー、任しといて。それじゃあ頼んだでギスよ。ビクトリーズじゃないか。今はビクトリーズじゃないんだけどね。確かゴーキ君だったよね。君も参加してたのかい？当然当然、なんだって俺様は世界一のレーサーなんだから。相変わらずどっか似てるんだよな、このやつと。それにボルゾイの野郎が主催したレースだしな。いやでも参加しないわけにはいかないさ。ボルゾイ？ああ、手紙にマークが書いてあっただろ。あれ？やっぱ知らないの？みんな。そのボルゾイってのがこの大会の主催者なのかい？まあね、マシンを壊すことを何とも思っていない最低のやつさ。今回もこんなわけのわからない大会を開くくらいだから、絶対何か企んでるに違いないぜ。なるほどね。なんとなく分かってきたよ。まあ、そういうこと。ほんじゃ、早くレースしようぜ。俺、お前らと勝負したくてしょうがなかったんだよ。工場での借りを返しに来たのかい？それもあるけど、何よりも早いやつと勝負がしたかったんだ。このチャンスを逃したら次いつ会えるか分かんないからな。そうだね。あれから少しは早くなったかい？もちろん。それじゃあ手を抜く必要はなさそうだね。全力で行かせてもらうよ。よし、そこなくっちゃ。ふー、ワクワクするぜ。We'll be right back.
よし、いいぞソニック。ちくしょう、また負けちまったか。ごめんね、それじゃあ先行くよ。くそーって、あ、ちょっと待った。あ、ここを抜けたらもうボルゾイの射程圏内だ。さっきも言ったと思うけど、マシンを破壊することを何とも思っちゃいないやつだからな。こっから先は慎重に進んだ方がいいぜ。忠告ありがとう、気をつけるよ。次は絶対ぶっちぎってやるからな、覚悟しとけよ。か、やっぱ似てるよなゴーのやつと。はい、やっとお出ましか。君は誰だい？一文字烈也。え？まあ誰と戦ってきたかは知らないが、ここまで進んできたってことは少しはできるってことか。でも俺は兄貴がギャーギャー騒ぐほどお前らビクトリーズが早いなんて思っちゃいない。一文字兄貴ってことは君はゴーキ君の弟かい？ゴーキ？まあな、不甲斐ない兄貴を持つといろいろ苦労するぜ。逆だな、うちと。いまだにお前らビクトリーズが世界一だなんて思ってるみたいだしな。え？へえ、それじゃ君はゴーキ君よりも早いのかい？当然だ、ここでそれを証明してやるよ。それじゃあそろそろ始めるか。あんまりのんびりしてる暇もないからな。ああ、いつでもいいよ。お前確かビクトリーズのリーダーだったな。お前が相手なら最終調整ぐらいにはなるだろう。こんな大会さっさと俺が優勝して終わりにしてやるよ。大した自信家だね。でも僕のソニックもここまで来て負けるつもりはないんだ。君には悪いけどここから先を譲るつもりはないよ。言われなくても腕ずくで譲ってもらうさ。行くぞ。よし、いいぞソニック。くそ、どうやら先に進むのは僕のようだね。ちっ、俺の負けだ。余計な話は聞きたくない、さっさと行け。ああ、でも次は負けない。え？次は絶対勝つ、覚悟しておけ。ああ、待ってるよ。
ルロ。君も参加してたとはね。君がこんなわけのわからない大会に参加してくるなんてどういうつもりだい？てめえがそんなこと聞いてどうする？別に、ただちょっと気になっただけさ。てめえには関係ねえよ。ああ、そうだな。すまなかった。それじゃあレースを始めようか。でもちょうどよかった。僕はファイナルステージで君に借りがあるからな。君とはもう一度勝負したいと思っていたんだ。ファイナルステージ。どうかしたかい？なんでもねえよ。ファイナルステージ。あの時、最後にこいつをぶち抜いてゴールした時、俺はヘドが出るぜ。準備はいいかい？構わねえ。さっさと始めな。このレースで、はっきりさせてやる。よし、いいぞソニック。これで借りは返した。僕の勝ちだカルロ。でも君がアディオダンタを使えば勝負は分からなかった。チキシュ、なんでこうなっちまったんだ。俺はレースなんか勝たなきゃ何の意味もねえ。勝つためならどんな汚えことだってやってきたこの俺が。カルロ、行けよ。てめえの勝ちだ。さっさと行って優勝を決めちまいな。あ、いよいよ最後。奇妙な大会だったけど、今までのところは特に何もなかったな。そういえば、ゴーのやつ、結局最後まで見なかったな。まったく。偉そうなこと言ってた割には、どっかで負けちまったのか、あいつ。決勝進出おめでとう、セーバーレツク。それでは最後のステージへご案内しよう。
他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ここは一体？ようこそファイナルステージへ。ようこそセイバーレスク。貴様がボルゾイか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。とてもそんな風には見えないけどな。そんなことはないさ。君たちのおかげで研究を進めることができたんだからな。今回の計画は成功だ。研究だと？いかに。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究のな。僕らを実験台に使ったのか？特にここまで残ったセイバーレッツ君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。それで決勝の相手はどうした？まさかこれで終わりじゃないだろうな。決勝の相手？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシンバスターソニックを破壊してね。なんだと？最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。ふざけるな！わざわざ人を呼び出しておいてマシンを壊すだと？そんなこと絶対させないからな。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。貴様ごときにソニックを止められると思うだよ。
よし、いいぞソニック。ほう、これは意外だったな。当たり前だ。そんな人真似のマシンで僕のソニックに勝てるとでも思ってたのか。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしか過ぎ、だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいけない。優勝おめでとう、セーバーレツ君。そんなことより早くこんなくだらない茶番を終わらせろ。そうだ。あ、仕方がない、今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て！
行くぞ。爆破フェニックスターン。よし、いいぞソニック。ぐぅ、さすがだなレッツ兄貴。当たり前だ、兄貴が弟に負けてどうすんだ。き、言ってくれるぜまったく。二人とも、そろそろやばい。そうでげす、のんきに笑ってる暇なんかないでげすよ。レッツ君、ゴー君、すまないみんな。行こうみんな。崩れる。